あと漆の塗装なんかも完全に乾燥してないと、これ去年の暮れの頃ね、一回荒掘りしといて、で今度これ仕上げようと思って。一番こうやってて楽しいところってどんなところですか？楽しい、案外ね、俺はもともと大工なんですよ。あ、そうなんですか。うん、だから木を扱うのはもう木が好きだから、はい、うん、だから削ってるうちにいろんなもぐみがこう出んじゃないですか。それがやっぱり楽しいですね。なるほどね。あとはヒノキはヒノキの香り、ケヤキはケヤキの香り、香り楽しみながらね、遊び日本昔話の山、漫画の山みたいな山の旅行帰って美味しかったって言うとね、うちの神田がね、何入ってたって言うんだよ自分で電話かけて聞けって言うとこっちでよかった。あ、本当ですか。おいでよー、南アイズイ。